ちょっとこの背景についてっていうか、まあ、先ほどツイッターでも書いたんですが、これ小池さん結構やばくなってきましたね。これまで東京都知事選挙で現職の人がですね負けたっていうのは確かないんですけども、まあ、小池百合子さんはまあ現職3選目に向けてですね、出馬表明をすることはほぼ確実なんですが、じゃあ小池さんが落選するかもしれないという理由をですね、一つ一つ述べていきたいと考えています。まずですね、まずですね、小池百合子さんが、まあ、8年前、4年前に選挙を勝っているのは自民党と戦う女性という印象が強かったわけですね。だから自民党が嫌いな人も小池百合子さんに入れた。少なくとも8年前は自民党の公認候補者が立ったわけですよね。増田さんたちが立ちましたと。だから自民党を改革してくれるんじゃないかっていうのがあって小池さんに入れた方も多かったのかなと。で、まあ、二階さんが今実質ですね、岸田総理に、無力化されてしまいまして、二階さん、小池さんの後ろ盾の二階さんが、まあ、追い落とされたというところもあってですね、小池さんの地盤というか、まあ、地盤というかそういう支持者がどんどん弱くなってきていると。もちろん公明党は小池さんの応援すると思いますけども、まあ、東京のこの有権者約1100万人ぐらいかな、これね、本当不動票が多いんですよね。でそんな中で、まあ、自民党の色がついてる小池さんに今票が入りづらいかなと。それ以外にも小池さんに不利なものがいっぱいあってですね、蓮舫さんに有利なものがいっぱいあります。小池さんに不利なものというとですね、最近の選挙結果です。先月末の補欠選挙、衆議院補欠選挙で自民党が3つとも負けました。そして昨日投開票があった静岡県の知事ですね、これも自民党推薦する人が負けて、立憲民主党が推薦する人が勝ちましたと。さらにさらに、昨日の目黒区の東京都議会議員選挙の補欠選挙、まあ、東京都議会議員選挙、目黒区の補欠選挙、これ2人まで当選するのにもかかわらず、小池百合子さんが応援したポスターに小池百合子さんの写真まで入れて貼った人が3位でですね、落選しちゃってるんですね。まあ、つまり、まあ、東京都で小池さんの人気っていうのはかなり落ちてきてると。まあ、もちろんね、乙武さんが前回あれ5位でしたかね。つまりですね、東京15区の選挙を見てもらえば分かるんですが、立憲民主党公認の、人ですね、酒井さんが5万票ぐらい取って、2位が実は須藤元気さんなんですね。須藤元気さんというのは令和新選組が応援していた、無所属ですけど令和新選組が応援していたということは、ワンツーフィニッシュ、令和新選組と立憲民主党という形になっています。まあ、左という、俗に言う左ですよね。でですね、もちろんこれ蓮舫さんは今回もう共産党、いわゆる市民連合とか共産党と言われる宇都宮健児さんはもう絶対出ないんですよね。もう話がついてると思いますから。ということは蓮舫さんには立憲民主党、そして共産党、そして令和新選組、社民党、ここの4つは力強く応援するでしょう。で、まあ、国民民主党はおそらくこれまでの経緯でいくと、まあ小池さんですね。だから小池さんを応援するのは自民党、公明党、そして、国民民主党、大きな政党でいうとこういう感じになります。じゃあ問題は、僕さっきツイッターで書いたんですが、日本維新の会がどうするかですね。もう日本維新の会が公認候補を出すと小池さんの票を切っちゃいますから、蓮舫さん有利になるんですね。だから僕は今回の選挙、今の段階では日本維新の会が公認候補を出せば、それは蓮舫さんが勝つ。日本維新の会が小池さんを応援する、あるいは候補者を出さずに陰で小池さんを応援すれば、僕は小池さんが勝つと思います。